にちは。そうだ、あれ忘れてた。私変えようとしたんだよね、あの文章を。忘れてました。あのなんだっけ、なんていうやつ、なんて言ったらいい、あ、そう、固定の、そう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 、コメントを変えようとしたんですけど忘れてた、やらかした、忘れてました。そう、変えようと思ったんですけど忘れてたから、ちょっと今日変えますね。今日変えてきます。ハートありがとうございます。ありがとう、こんにちは。そう、オレンジジュース飲みたかったんで。おお、結構、うん、あ、そういうやつか。ストローあると思ったらなかったやつだ。こうやっての飲むやつだった。うわぁ、まあ、いっか。おいしい。こんにちは。元気そうだね。え、めちゃめちゃ元気ですよ。元気だよ。元気すぎるぐらい元気。元気すぎますよ、私。本当。あ、初見の方だ。ありがとうございます。SK48 チームメイトのしぐれずきです。ありがとうございます。ありがとう。腕時計いい感じつけてます。今日はめったにつけないけど、本当につけないけど、そう、時計、まあ見ないですね、腕時計は。なんかつけてても携帯で見ちゃう。時計は、時計ってか時間は、なんか見るっていうか、常にでも携帯触ってるからさ、そんなね、時間も分かんないっていうことあんまりないし。こんにちは。そう、やっぱなんかつけてるだけでいいじゃないですか、時計って。結局見なくても、だからつけようかなって思ってつけてみました。こんにちは。どこのブランドなの？これはアニエスベイです。アニエスベイっていうところのやつ。こんにちは。今日はゼップに行きます。ああ、いい、チーム E の人たちですよね、今日は。いいな。ゆずも昨日チーム S のやつ見てた。
まだ全部見れてないけど見てました昨日。こんにちは。チームイン。こんにちは。S は10月7日ですね。結構先だけど、でももうなんかあっという間に来ちゃいそう。まだ1ヶ月以上あるけど、もう気づけば明日とかになってそうな。リンゴジュース、オレンジジュース、オレンジジュース、今日はでも明日久しぶりの公演だから練習しました練習しました。埼玉お話し会行きます。あ、ありがとうございます。埼玉はワンピースの日だな。可愛いやつ、可愛いワンピースの日ですね。それはワンピースの日。あとね、テレビ、家じゃないや、車のテレビであれ見てました。高校野球。こんにちは。やっほー。埼玉は完売したっぽい。あ、そうなんですか。嘘、どこ情報それ、初めて知った。本当、ありがとう。知らなかった、ありがとうございます。嬉しい。やったね、だってやったねうれぴ。こんにちは。いや、ほんとね、もう今日日曜日な感じがしてたまらん。でも今日土曜日なんですよね。マジで日曜日感覚ダメだ。こんにちは。やっほーなんか最近はクーラーつけないと暑いけど、つけるとちょっと寒いから難しい。
ちなみに私の部屋はついてます。つけっぱなしですね、基本ずっとつけっぱなし。家にいなくても、私が家にいなくても、自分の部屋にいなくてもつけっぱなし。こんにちは。こんにちは。明日公園何しよっかな、髪型。そうね、今はね時間が決まってるんですよね、公園の髪型も。そう、時間が決まってるんです。前までは決まってなかったけど、そう決まってるんだよね最近は。明日は私は2番目だった気がする、多分2番目だった気がするから、時間はきっとある気がする。2番目、何がいいかな髪型。あゆえお順？全然先輩からですよ。あゆえお順なわけないじゃないですか。そんなんだったら私、そんな後輩からになっちゃうやん。あゆえお順だったら先輩からに決まってるじゃないですか。そこは先輩からですよ。こんにちは。そこは先輩から順にやっていきます。先輩から。そうでも8期ね、人が多いから私はたまに1番目になる。そう、たまに1組目。あゆえお順なら勝ち組ですね。確かに、いだもんね、勝ち組だわって思ったらさ、あれじゃない、ほののさんとか最強じゃない、相川って名字もうすごくないですか。最強じゃない、相川ってすごくない。相川さんより先に来る名字とかあるんかな。まあでもあるか。すごいよね。そう、8期人多いから。8期S だけで6人いるから。そう、6人いるから。こんにちは。そういえば微妙に暑い気がする。今日ダメだ。そう、聞いてください。マジで爪が伸びた。すごくないですか。そろそろ本当にやばい。でも私爪切りめっちゃ下手くそなんですよね。なんか予定してたよりもすごい切っちゃうから、爪をいつも短くなっちゃう。そう、でも頑張ってる、必死に。もうちょっと短くてもいいけど、そうでも頑張ってるのはしてる。
こんにちは。あ、初見の方だ。ありがとうございます。SK48 TMS のしぐれづきです。ありがとうございます。深爪しちゃうのかな？え、めっちゃ深爪になる、いつも。まあ、自分が下手くそっていうのも多分あるんですけど、そう、こう、かってなっちゃうんですよ。でも長すぎると爪とか折れちゃいそうだから。気をつけよう。涼しい、部屋が涼しい。皆さんまだクーラーつけてますか？まだつけてるよね。だって8月だもん。まだ8月だから9月とか迷えそう。どっちにしようってなりそう。9月でも今日は寒くて起きた。クーラーが寒くて起きました。あ、初見でしたって。ありがとうございます。 SK48 TMS のしぐれづきです。ありがとうございます。ありがとう。うん、すごい。めっちゃ眠たいから寝たいんですけどね。でもこの時間に寝ると夜寝れないから必死に我慢。昨日は1時半に寝ました。割といつも通り。そう、もう耐える。眠たいけど。ぐっすり眠れた。でもね、夢見てない気がするから寝た気がしてる。いや、わかんないけど。でも1時半に寝て8時半に起きてるから7時間寝てるから意外と寝てると思います。でも明日ほんと公演だから今日はほんと早く寝る。頑張って1時までには寝る。そう、早く寝ないと明日は公園だからね。早寝。10時11時はね、なんかもう寝れない。逆に寝れないっていうか、寝ようと思っても多分なんかあれですね、終わらない。その寝るまでの工程が全く無理ですね。そうか、多分頑張っても無理な気がする。絶対起きてちゃう、起きちゃうから無理。タコありがとうございます。ありがとう。明日は朝配信。そうですね、朝9時とか9時10時あたりかな多分。でももうすぐショールームも夏休み期間が終わってしまう。やだ。家族も夜寝るの遅いの。家族は妹とママは11時とかかな、11時
11時半までには多分寝てる気がする。寝室に行ってて、ゆずは、まあ、遅くても12時までには自分の部屋着くのは12時前ぐらいで、そこから筋トレしたりとかして12時半にはベッドに入るとか。そう、ベッドに入るのは別に早いんだけど、なんかそれから寝るのが遅いんですよ。お父さんはあれですね、夜お酒飲んでるから、そう、めっちゃ音聞こえる。これ何時なんだろう、12時1時とかかな、1時半、1時までには多分寝室に行ってるんじゃないですかね。どうだろう。最近はね、筋トレしてなんかストレッチみたいなのもしてる。そう、私体めっちゃ硬いんですよ。だからストレッチしてます。筋トレどんなことしてんの？腹筋と、なんか腹筋と、なんか違う、腹筋じゃない、何あれ。わかんない、正式名称がわからない筋トレしてる。腹筋となんか違うやつをやってます。腹筋とはなんか足上げて、なんか足上げてやるやつ。そう、それです、それそれで、別になんかでもあれ、腹筋は50回やって、もう一個のやつは100回を2セットだから、でもそんな5分あればできます。2つとも5分あればできる。そう、大抵2曲ぐらい聴いてると終わってるから、そう、5分6分あればもう終わってますね。あ、試験の方ありがとうございます。 SK48 チームスのしぐれづきです、ありがとうございます。なんか前はプランクやってたんですけど、なんか飽きちゃって4月1日から始めたんですよ、それを。で、5月、4月、5月、6月入ってからちょっとやってたんですけど、なんか飽きちゃってやってなかったんですけど、7月の頭ぐらいからまた新しくしようと思って、筋トレを。そっから筋とかやり始めたから、もうちょっとで2ヶ月かな、始めて。でも筋トレマジで続いたことなくて、そう、気づいたらなんかやめちゃってるから、いつも全然続かない筋トレ。こんにちは。あとね、あれもやってます。なんか足のむくみを
取るためにあの壁に足をくっつけるやつ寝転がって。そう、なんか言葉で説明するのがすごい難しいんだけど、壁がこうあるじゃないですか、壁がここにあったら足をこうやってやるんです。それをやってます、5分ぐらい。それはなんかずっとやってるとしんどいので、5分から7分8分ぐらい、もういいやって思ったらやめてる。そう、適当です。そこら辺はすぐ終わる時もあるし、気づいたら時間経ってて、経ってる時もあるから、そう適当。そこら辺は今めっちゃ泣いてる。そう、この間そう夜中の3時とかに泣いてて、そのお隣さん、お向かいの家の方の犬なんですけど、そうちょっとって思ってた。そう寝ようとしてたのに泣いてて寝れなかった。こんにちは。なんか寝違えたんかな、めっちゃ首痛いんですよね。左向くと左向きづらい。そう、たまに猫の鳴き声も聞こえる。そう、しかも結構何匹か、なんか群れみたいな、めっちゃ聞こえる。そうでもね、この間ペットショップ行った時ね、もうほんとこんなちっちゃいトイプードルが、トイプードルでもないか、もうこんなちっちゃいトイプードルなのかな、めっちゃ可愛かった。こんなんでした。絶対あれ片手で持てる。顔こんなんだったもん。顔こんなちっちゃくてめっちゃ可愛かった。ほんとやっぱ犬いいな。やっぱ犬派ですね私は。ペットショップってずっと入れる気がする。それぐらい好き。こんにちは。癒される。ティーカッププードルってやつかな、ちゃんと見とけばよかった。でも結構いいお値段でした。そう結構いい お値段で可愛かったよ。でも目がクリクリでめちゃめちゃ可愛かった。いいよ値段。いや犬って本当にしません？値段。まあ猫もだと思うけどさ、いつも思うもん。こんなにするんって思う、いつも。だって育てていく上ですごいお金かかるのに、その犬を飼うこと自体お金かかっちゃうの結構やばいよね。それでも可愛いです。
いやでも私が見たそのティーカッププードルかな、ほんとこんなちっちゃくて、もう多分家にいたら逆に危なさそう。そう、もう危ない、ちっちゃすぎて。こんにちは、こんにちは。間違って踏んづけちゃいそう。いや本当にだし、うん、まあ本当それもあるよね。私なんか、あと私の家のソファーがなんか席じゃないや、なんか背もたれ倒れるやつなんですよ。あのボタンを押したりとかすると、だからそこの下とかに入っちゃうとさ、挟まれちゃう、危ない。いやでもほんと可愛かったよ、めちゃめちゃ。でも猫も可愛いと思うんですけどね、なんか。そう、お父さんとお母さん猫欲しいって言って、うーんって反応されるから、いつも。そう、やっぱ犬だなって。金魚は20円。金魚って買えるんですか？金魚ってなんかもう金魚すくいのイメージしかなさすぎて。金魚ってでも買おうと思えば買えるか。金魚ペットショップとかにいるんかな、金魚。でも将来ペット欲しいな。いやまだ全然する予定とかないけど、なんか一人暮らしとかなった時にペット欲しい。やっぱなんか一人だけど、ペットがいるといないとでは変わってきそうだからいいよね。金魚飼ってると結構大きくなる。そうなんだ。金魚あんまり見たことないな、金魚自体。やばい、眠い。寝そう。なんでこんな夕方眠たくなるんだろうね。ダメだ。夕方が一番危険。自分の中で。え、でもハムスターとか欲しい。ハムスターってなんか良くないですか？かわいい。かわいいし。でも夜、カタカタってなるのかな？ハムスター。夜行性ですよね、ハムスターって。音が聞こえてきそう。でもそれも含めてかわいいって思っちゃいそうだけど。ハムスター。いいよね。やばい、本気で眠たいぞ。ダメだ。ねえ、そう。そう、いつもでもこのほんと夕方の4時半とか寝ちゃいそうになる。あ、寝ちゃう時もあるけど。ゆずね、音楽聴きながら寝るのが好き。
今日もちょっと椅子で椅子座って寝てた時曲聴きながら寝てました。なんか自分も寝てるけど音楽は聞こえてるからなんか変な気持ちになってるいつも。そうだから自分で寝てるか寝てないか分からんくなる。貝殻ありがとうございます。ありがとう。どうしよう何分に終わろうかな。ちょっと30分とかに終わろうかな。やばいです本当眠気が。寝そうやばい。眠気とどうやったら覚めるんですかね。で本当に多分今寝たら夜寝れなくなる気がするから耐えたいけど無理そう。やっぱ無理がある時もあるから頑張って寝ようと。ん？何言いたいか分かんなくなっちゃった。とりあえず眠たいです。やばいです本当。今いつ寝てもおかしくないぐらいに眠たい。うん、常に立ってる？立ってたら眠たくなくなる？立ってられないなゆず。ちょっと疲れちゃうじゃんずっと立ってるなんて。立っても眠たい時眠る。え、私だって電車で立ってる時も寝れますよ。寝ようと思えば全然。ダメじゃん。いやでも本当電車でも寝ようと思えば寝れる。全然寝れる立ってても。究極に眠たい時はね、寝ようと思って寝る時は。ん？立ってる時に寝ようと思って寝ようとすると寝れないけど究極に眠たい時に寝ようとすれば寝れる。立ってでも。こんにちは。眠気覚ましに歩いたらいいよ。今ねちょっと体力がないんですよね。今ちょうどちょっと休憩時間だから。でも今日踊ったからそれで疲れちゃったかもしれない。こんにちは。眠気覚ますために布団に向かって歩き出して。いや私ももう布団に向かって歩き出そうかしら。ほんと眠たい。寝そうだもん今もう。やばい。でも30分くらい寝たらいけそう。逆にすっきりしそうじゃない。無理かな。
眠たい、やばい、私ずっと眠たいって言っちゃう、ダメだ、眠たいしかさっきから言ってない、ダメだダメだ。でも今日は本当に早く寝たいから、でも今から寝ちゃうとワンちゃん本当夜寝れなくなる。すっきりするか起きれなくなるかみたいな、いや本当どっちかですよね。いや分かる、本当になんか20分とか仮眠したらすっきり起きれるって言うけど、私でも20分寝ただけでも割と深い眠りついちゃうから寝ちゃうかもしれない。もう仮眠とかいうのがないから私の中ではいつも寝すぎちゃう、仮眠って言って30分寝る予定が1時間半とか余裕で寝てる。エナジードリンク飲むと2時間眠たくならない。そうなんだ。でもゆずよく夜とか練習したいなって思う時はめっちゃカフェオレとか飲むよ。カフェラテみたいな、カフェインとりあえず摂取しとこうと思ってめっちゃ飲みながらやってる、いつも夜に。そうみんなが寝た後とかに練習したい時はそうやってやって寝てる、寝てるじゃない、練習してる。試験の方ありがとうございます。 SK48 チームSのしぐれじきです。ありがとうございます、ありがとうございます。多分きっと私はこの後寝ることになりそう、まあ、目覚ましはかけるけどちゃんとかけないと本当に寝ちゃうから。ちゃんとじゃない、ちゃんと目覚ましをかけて寝ようと思います。この後は30分にもなるし、そろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。すごいのんびりな感じだったんですけど今日もありがとうございます。明日は劇場公演なので劇場公演前にやります。多分10時とか11時あたりかな、9時はちょっと早すぎたので10時11時ぐらいにやります。バイバイ、ありがとうございました。また明日ねバイバイ、ありがとうございました。おやすみなさいバイバーイ、ありがとうございました。また明日、皆さんもちゃんと寝てください。バイバーイ、ありがとうございました。